おはようございます。バラバラのメンツですけどね、そんな深くつながりのない人たちの集まりやね。よし、もう2回目ですもんね。はい、ね、いうような状態ですけど、はい、いやいやいや、不思議、不思議やもん。なんかパッと見た人どう思うんだよ。変なのと思うんだ。ここは結構 いつも一緒に出てんの、大体オクトラさん、黒井くんで、なんか落ちがこう落ちないやつ今日も考えてるらしいよ。ない考えてるらしいじゃん。結構な、ママのとか元事務所の人らも、ね、結構辛くて腐ってくね、何の辛口が来る。だからこれを見てるからさ、トークのね、うん、結局トラーとか言ってちゃんとしょって、私めっちゃちゃんとしてんねんけど、いやだって本気で打ち合わせないから。いや、じゃあ別になんか大笑いをささなあかんとか、流さなあかんとか、そんなんないからね。でいいと思うんですよ。社長も怒るで、見たなって言われて、うちの大滝の社長。ああ、そういうことか。そんなん言っても知らんわ、そんなん出られへんや、私遊びに行くだけなんや。それでなんか考えてんの、なんかすごいことをしよう。ちょ考えてないよ。なんか言い方はね、なんかまた叱るよみたいな感じやから。すごいみんな、だからこの間の小次郎のやつ買ってさ、はいはい、私のママ友の同級生、私5つ下の子が、はい、その同級生とやって、私がだから、私がその漫才してたとか知らんねやんかって言ってないから、恥ずかしいからさ、はいはい、言ってへんからさ、何もんか分かれへん、ほらちゃん何してんのって言ってさ、で、ザマカンとか知ってるで、小次郎に私がなんか小次郎って偉そうに言ってたやん、はいはい、なら見た感じ黒井くんの方が上に見えるし、西山くんの方が上に見えるらしいねやんか、言ってへんやん一時期、そやけどママとお前から私の年は知ってるやんか、それにめっちゃそんなんでええんとか言って、ほんで小次郎にだけも私だけが小次郎って言って、あとはみんな小次郎さんって言うやん、はいはいはい、そやから絶対おかしいって言って、何文句探られてんの。もうこれが分からへん、ね、これが、うん、だから人間関係とかが分からへんというか、だからな、ザマカンやからトラちゃん昔読売で働いてたとかね、働いてるわけに読売の娘も最近までね、はいはい、あの真面目に大学生の、ね、はいはい、娘さんも、ええ、つい最近までおかんがそんなやってたって知らんかった。ああ、隠してた隠してたとかじゃなくて、もう言う機会ないんだよね。あ、ほら一回ここへ一妻祭りって言って、一妻祭り何なんかチャンピオン帰れば急に急にそんなの掘り込んできてもそれ何か意味が分からないですよ。すごい唐突。いや、じゃあ唐突何言ってるの。いや、じゃあ俺がじゃあノープランもええとこですよ。そんなもいや、一妻祭りがやらしいけど、いや、関係ないやな。いや、ママ友が多いんでしょ。いや、ママ友はそれぞれおるよ。じゃあここ来ていろんな出えへんよ、そんな出るわけないやん、そんなんなかなか譜面が顔を壊してるから。絶対出ねえだから、一人だママとザマカンで送ってきてた子も一人だけしか知らなかったんですよ。そのだから4人で大手喋ったっていうのやんか、ほんで私、トラちゃん知ってるでって言って、それはママと思うやからね、そやけど、小次郎と、小次郎さんとなんでつあの繋がんのかが分かれへんって、それは分かれへんやん、その私も独身時やしさ、で、それでだいぶ、ほんでなんか小次郎なんか自己紹介とか分かっとるわってめっちゃ怒っとったね。いや、じゃあ見てる人は、それはいや僕らは知った仲やけど、知らん人にしたらこのおっさんだねとかこの兄ちゃんはとかなるから、大体のはね、そう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 、いや今あのプロレス団体の代表やから、はいはい、ね、言うとかじゃ初対面近いから何の人か分からんって言うとか、だからなんかあの小次郎さんの回なんかやっぱり僕らでもやっぱり MC とかこの普段リングの上とかでやってるけど、いじりようなかったですもんね、ほんま小次郎さん、まあ、あの黒歴史やもんね、西山君にとってはね。なんかいじってるけど、ほんでまだ小次郎さんも反応してくれへんし、あれちゃんプロレスでたロープに振って全然技入らない出方探ってるみたいな、ポッて向かってそう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 でしたよね。小次郎めっちゃ平謝り、ごめんってトラさん言うといてね。性別に関係ない。いや、ああいうのでその姿は見せというか、それでええのよね、ここで寝ようがね、うん、何しようがね、うんうん、何しようが構えへんから、うん、めっちゃ謝ってた。このりさんとも絡んでへんし、うん、あそっか、僕このりさんともピチニアンとも全然なんですって言うからさ、なんで絡みたかったの。やっぱり興味あったんじゃん。なんか芸人さん口調ってやって、この、うん、急にスイッチ入ってわーって小次郎さんも喋るじゃないですか、はいはい、わわわわってこう来るから、もう僕あれは拾えないですわ、もう今確かにああいうのやっぱり僕は素人やから、急にあれ芸人さん独特のまあまああれがあるでしょう、なんか、あ
声大きくわーって言い出すっていうこと、でも どっか開けとかなあかんいうか、あるよ僕らでもそれ意識すんねんやけど、あの一人喋っていく時とこう会話にせなあかん時とか、なんとなくそれは意識するよ。で意味も大事、言葉なくなったら急に大声出したりとかね。もうそれ勉強しとったらよかったとか。若い時しかしてへんからさ、もう普通に喋っとったらチヤホヤされてるやん言ったら。でもあれちゃう、僕らのねそれ言うてくれるけど、多分社会的信用は落ちると思うよ。普通に言って真面目な話してもまたまた嘘言うてるとか、いやほんま持ってるなとかね。そうですね、もう特にプロレスも特にそういう世界なんで、近いのプロレスもエンターテイナー、うん、トランプさんが結構賛否あって、サムライ続きとかの、あの人見てたらなんかプロレス出てはった時期、要はいかに同じ物事を、って思わせたとか、それってプロレスでしょ。いやもう芸人でしょ、それが。そうそう、で近いもんやから、その辺よ、あんねん。うん、だからトラちゃんバーンみたいな、なんか鳩出てくるとかね。あそんな何仕込んでんのよ。そんな戦いになったらすごい。だからそういうテンションが僕あかんのですわよ。分からへん、それが。でも私見てたらね、最初あの芸人さんかなと思って、まあ、空気は持ってるから、ね、めちゃめちゃ喋り上手やから、いやそれは解説者やってるぐらいだから、ね、あそうよね、うん、結構テンポいいし、うん、全然ついていってますよ、ね、普通に。いや、兄さんが急にそういうのを振ってくるのが、もう僕もうほんまに苦手で苦手でしょ。本当にそういうのは絶対話題につきひん、うん、あでもね、つけてくれるから。いや、だからあの知ったかぶりのこの字で言うやからね。なんか嘘全部嘘。いや、嘘じゃない。真実はほんまない。あははは、うん、だから安心するやん。うん、あそうそうそう、しゃべりやすい、ね。あ、そうかな。一瞬抱かれたようだじゃん。あ、それは、それは福山雅治じゃないと。福山雅治だと、もう裸で飛んでいくわ。